風の吹くまま気の向くまま何を見るかはさいの目次第映画バクトの看板書って歩いて見せますキネマの天地そうやつののはザ・シネマハスラー、えー、時刻は間もなく10時1分。 分に今、なりました。えー、東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております。ライムスターたまるのウィーケンドシャッフル。改めまして、こんばんは。パーソナリティの歌丸です。えー、こ,こから夜11時までの1時間、TBS ラジオキーステーションに、先頃、武道館で開催された地方ネット局総選挙で、同率1位を獲得したとも言われている、OBS 大分放送と MRO <laughs> 北陸放送をネットしてお送りしております。この番組はちょいちょい嘘が入るので気をつけてください。えー、ここからの時間は、毎週サイコロ振って見に行く映画を決め、 めでたきスペシャルウィークに辛口評論という刀を抜くのか抜かないのかも,もしくはそもそもさや侍なのかあっ言っちゃったタイトルえー、無差別映画評論コーナーザシネマハスラーの時間です先週のスペシャルウィーク特別編成の中えーーーーウィーク特別編,、ね、編成才能名で当てた映画はこちらですさや侍 えー、芸人のダウンタウン松本人志による大日本人シンボルに続く監督作だ3作目、えー、刀を捨てて鞘だけを下げた侍とそんな父を軽蔑しつつも見捨てられない娘。 2人は侍の誇りと命を懸け殿様の息子を笑わせる30日の行に挑んでいく、えー、侍を演じるのはバラエティ番組で人気を博した演技未経験の野見隆明さん、えー、その娘を、えー、僕の初恋を君に捧ぐの熊田聖也さん子、ね、役の方が演じているということです。はいということでねあのー、松本人志さんの監督作以前、シネマハスラーではシンボルというのをね取り上げましたけどまあ 注目策というかねあのいろんな意味でやっぱりその見た人がとにかく何か言うことで現象として成立するというところもあるんでしょうからっていううのもあるんでしょうが、まあ、メッセージの量は非常に、えー、多いです、今週ねやっぱ案の定というべきか、えー、でメッセージの傾向なんですが賛否両論ということで,での褒めている人が、えー、と大体全体の3割から4割ぐらい結構、実はそのシンボルとかの傾向からすると結構多めかもしれません、むしろ、えー、とラストで泣いたとかです、ねえー、クライマックス、いい意味で裏切られたなどの絶賛ムード。 もある人も、えー、来いと、えー、過去2作と比べて今回が一番いい松本人志は監督として一皮向けたという意見もありますと、えー、反面否定的な意見もまあ多いと、えー、主人公の動機や行動が説明不足で感情できないとか普通の映画っぽくなったことで逆にダメになったとかまあいろんな厳しい意見も目立ちましたと、えー、いうことですとはいえまあ、一連のなんか感じの傾向化すると思ったより3が多いなという僕は印象ですかねえっ、ー、と ご紹介いたしましまょう代表的なとこ、えー、っとラジオネーム福田さんも好きさん、男性、えー、っと初メールいただいてますありがとうございます、えー、この映画は傑作だと思います、松本監督の前2作も拝見しており、その2作に関しては、設定のアイ,デア,アイデアは素晴らしかったのですが、えー、映画としては全くまと,ま,とま,まとめきれなかったかな、奇、え、策、ー、奇策、奇怪な奇策、もしくは打作だったという感想です。えー、でいいいいいろろ書ててただいて 松本監督の今までの作品の根底にある共通テーマは、えー、笑いと悲しみだと思いますが本作ではそのバランスが非常によく取れていたと思います、えー、笑いが徐々に悲しみにシフトしていく様は実に見事でしたと、えー、クライマックスのシーン、えー、一連のシークエンスこの一連のシークエンスはプロフェッショナルな監督では取れない むしろぎこちない荒削りな技術だからこそ撮れる最高の名シーンだったと思います、えー、最後になりますがなぜこの映画が前2作より圧倒的に優れた作品になったのかというと、えー、松本監督にこの映画に込めた明確なメッセージ伝えたいことがあったからで、えー、観客はその熱量を感じずにいられなかったのだからだと思います、えー、でこ,れこれはですね、まあ、映画監督になりたいという理由だけで映画を撮るタレント監督では作れないものだろうと えー、映画としてはツッコミどころが多く荒削りな部分もありましたがそんな些細なことを吹き飛ばすくらいパワーを持った作品だったと思います、えー、やっぱり映画監督の才能って3本ぐらい取らなきゃ判断できないですねというね福田さんも好きさんからのメールでした、えー、ちょっとじゃあ批判的なところも言ってみましょうかねボルトマンさん名古屋市男性会社員えー、っと「さや侍」の感想ですが松本映画で最も残念な作品でした私は松本信者ですねもう大ファンだと、えー、私の感じる松本氏の映画に対するスタンスは 映画というのはあくまでもお笑いをやる上で表現するための間借りした場所でありお笑いが一番偉いといったような尖った心意気が映画の枠に収まりきらずはみ出してしまっているところに他にはでは見られないオリジナリティがあり結果、そのいびつさこそが松本映画の魅力になっていたように思います、まあ、加工作に関してですね。はいえー、で、今回の「さや侍」は今までは批判の対象となっていたようないびつさを極力削りながら映画としてスマートにまとまりのある過去。 まとまりのあるように見える作りになっており、えー、松本氏が過去2作で見せていたような姿勢から作りを映画カ、ね、こコつきの映画の方に寄せてきているように見えましたいわば、えー、作風を置きに行った、ね、映画としてまあ要するにちゃんと作る方向ということですかね置きに行った結果映画としてとんでもなく残念な作品になってしまっており、えー、結果脚本のずさんさだけは目立つようになっていると思いますというねええー、まあ感動げなシークエンスにも心を動かされなかった松本氏は Life is beautiful ね、あ,のありましたね「ライフ・イズ・ビューティあの、えっと要するにホロコーストというかナチの収容所でお父さんが子供を、ね、えっを、と、笑いで、まあ要するにこうね、見せていくという、ね「ライフ・イズ・ビューティフ」ありましたけど、えー、おやりたかったのか知りませんが「ライフ・イズ・ビューティフ」は登場人物が生、えー、への執着を見せるからこそ感動的なのでありというね、えー、それに比べサヤ侍のノミさんは与えられた指令を黙々とこなすだけで生への執着を示すような姿勢やセリフが見られない、えー、で最後に、まあ、ちょっとある種クライマックスの展開があって、えー、侍のプライドを守りましたと言われても えー、共感できないといとう,うに書かれております、えー、最終的に見る者に映画的形を出させようとするならば脚本がずさんなのは致命的であり、えー、脚本協力をよく言えば気心していた仲間悪く言えば映画脚本のアマチュアでかまって固めたのは、えー、映画をまた見るものをなめているとしか思えませんでしたとあと笑いという観点からも真新しいものがない、えー、働くおっさん劇場、えーまあのみさんが出てたやつですねを超えることはできていないと思いましたと、えー、いうことです。ちょっとささせてくださいね えー、はいえっとね<う>コッポラ秀一さん。 はえー、と若君様を笑わせられなかったら切腹というバラエティー形式で進んでいく本編、えー、でも、えー、それがあれこれがさっぱり笑いが取れずそれが実際観客の私たちにも面白くないためただただ痛々しい芸を延々見せられるというまさに120分の行でありましたということもおっしゃっていたりしますでも絶賛も本当に多かったですあの泣きましたとか、えー、感じですねはい、えー、私、さや侍も今回また2回見てきたんですが今回ねちょっと驚いたのは、まあ、入りはまあ3割ぐらい34割って感じでしたかね だったんですけど1回目にその見た時にです、ね、新宿ピカテリーであの出入り口でこれ多分吉本の社員さんだと思うんだけどなんかアンケートを、ね、やってて要はそのどういうアンケートかっていうと「サイヤ侍アンケートをご協力のお願い」要はこの映画を何で見に行きたいと思いましたか とか見た後の感想、ね、例えば「予想以上に泣けた」とか「予想以上に笑えた」とか、えー、こういうアンケートのあれがあって「どのシーンが印象に残りました」こういうアンケートを吉本の人がこう配って取っててアンケートにお答えいただいた方には「吉本バッジプレゼントします」なんつって言ってんだけど「あの吉本バッジ僕俺アンケート用紙と一緒にもらっちゃっただ」<laughs> <laughs> ダメじゃんって思ったんですけどどんなことやってて。 だからひょっとしたら宣伝に迷ってんのかなと思いましたねあの要は笑い方向で宣伝するのか感動方向で宣伝するのかその反応を見てなんかこう探ってんのかなみたいな風に思ったりしましたでえっ、ー、と,ー、はいえー、とシネマハスラーだと前作、えー、シンボル第2作目取り上げさせていただきました、えー、とでその時に、まあ、どういう感じだったかというと、まあ、1作目の大日本人見た時は結構僕は批判的だったんだけど、えー、と大日本人の評価を相対的に情報修正 しつつ、まあ、シンボルに関しては、基本国標方向だったという結論付けていいと思います。ただ、まあ、あのー、すごくリスペクトは。 松本さんまあ、いわゆる松本信者って人ほどじゃないにせよあの例えばいまだに番組もやってればできるだけ見ますし録画してまで見ますし、えー、あのこの間の NHK のコントもねあのいろいろ意見あるようですけど全体としては僕も言いたいことがないわけじゃないけどあの通販のやつとかはやっぱすごい好きだしあ,のあと幽霊の,あのやつありました、ね、幽霊がこう出てくるやつなんか「あっ何か J ホラー的表現みたいなのちゃんと体得しちゃってるよ」と思って「その上でのな」なんてさすがだなって思ったり、えー、してるぐらいで基本的には ものすごくリスペクトがあるんだということは、まあ分かっていただけたかなという感じではあると思うんですけどね。で、まあ、今回の第三作目。えっと、まあ、その前二作とは大きく違う。 作りにもなってるわけですまずまあ何と言ってもやっぱ主演が松本人さん本人じゃないということですね。という方、まあえっと「働くおっさん人形」っていう2002年からちょっと日曜の早朝でやってた番組でその続編の、えっと「働くおっさん劇場」にも出てらっしゃった、えー、まあ要は基本素人一般人、まあ、芸能人芸人ではない方というね野見さん、えー、というおっさんがおりましてですね。えー、でまあこの野見さんも含めてこの「働くおっさん」シリーズってどういうものだったかっていうと言ってみれば。 僕なりの言い方をするならばあの根本隆先生的な漫画家の、えっと、根本隆先生的ないい顔イズムみたいな、えー、要するに、まあ、おじさんとかねおじそ,の、まあ、そういうおじさんのいい顔ですねまあ皆まで言わせるなと言いたいですけど <laughs>、はい、根本隆先生的ないい顔イズムみたいなもののギリ大衆向け版みたいなバラエティーだと思ってくださいギリですそれでも結構ギリアウトかなって思う瞬間もいっぱいあるような、はいえー、すごい面白い番組でした。あのパッと見どこにででももいるようなでも実際 こう1癖も2癖もあるようなまあ。でも普通のおっさんたちっていうのをいじってまあ、味を引き出すっていうバラエティーだと思ってくださいよ。で、ちなみにこの働くおっさん人形？ あののライムスターのですね私、属しておりますライムスターというグループの「属玄生に晴れという現現生に体を張れ」という曲がありまして「えー、その俗という方ね2003年の曲ですけどその僕の,あの歌丸パートのリリックの中に「日夜働くおっさん人形」ってこう引用してみたりとかですねまあ、損害ファンだったっていうね、えー、番組でございますま DVD、あ、も持ってますとでまあその中に出てたのみさんということなので あのー、これですね同じその例えば素人を起用した素人を主演に起用した、えー、と長編映画というのでも,で,で,もですね例えば、あのー、劇場版「新生かまってちゃん」この間シネマスターで扱いましたけどあそこで「えー、とかまってちゃん」のマネージャーの剣さんという方を本人役で起用してでそれがそのまんまでばっちりハマってるみたいなのとは間違いなく意図が違ってるわけです、えー、どういうことかと言いますと、まあ、この野みさんというその人の素材のですね生の 素の反応をまあ引き出す、まあ、要するに彼という素人だからこそ出せるあざとくないひたむきさとか、はい、みたいなことが狙いであると要は一種ドキュメンタリックな効果を狙ったキャスティングかと思われると、まあ、それが証拠に、えっと、撮影時にはこの野みさんにはできるだけその何を作っているのかっていう全体像を伝えないまま進めていたというぐらいで,ということです、まあ、ドキュメンタリックな効果を狙っているのであろうということは間違いなかろうとで えーでまあ、全体としてはねその、まあ、時代劇風つまり明らかにフィクションしかも劇場予長編という中で主役だけがそういうドキュメンタリー的なキャスティングと演出をされているっていうのは確かに作りとしては非常に実験的だし意欲的ではあるんだろうという、はい、ことだと思いますただですねまずちょっとここは誤算の部分なのかどうか分か,らないです分かりませんけどよくも悪くもですね野ののみさんがですね事前に思われてたより 映画の画面の中で意外と収まりがいいというかあんまり異物って感じであんまり画面の中で機能しないんですよねえー、あの野見さんご本人もおっしゃってましたけどちょっとこう顔が財津一郎をホストさせるようなその顔の造作とかも含めてですね意外と映画的に収まっちゃってるみたいなはいまあ演出のちょっと問題もあるんですけどそれはちょっと後ほど言いますがあとまあその例えば近藤龍斗さんという方ねカメラマンの,あの撮影が非常に重厚な感じなのも相まってですねなんかこう 結果として割と普通に収まっちゃってるっていう感じですね、まあ、一応良くも悪くもという言い方をしておきますけど、はいえー、あとですね、まあそのまあ、主役は野ののみさんって言いましたけど事実上その物語を引っ張っていく、えー、役柄として、まあ、娘役子役の、えー、そのさっきのね女の子とかあと門番役であの板尾さんとかですね板尾一二さんとか、まあ、要は芸達者の皆さんが要はしっかり脇を固めて固めすぎて。 なんかこう、割となんだかんだ言って無難なところに回収されていっちゃうっていうか結果としてこうすごく普通の何かにこう回収されていっちゃうっていうところがあると思うんですねだそこがのみさんを起用したにもかかわらずそれでいいのかっていう感じがちょっとあったりすると、えー、あとですね、まあ、そのドキュメンタリックな効果を狙っているっていうキャスティングなんだろうなと思って見てると開幕早々ですね、えー、まあ3人の資格が。 えのみさんをまあそこの演出がまあ完全に、まあえー、とメールでも何たか書かれてましたけど完全に鈴木清順調というか、まあ、要はあの背景ごとパッと何か変わってなんかこうスローになったりとかっていうまあケレン味あふれるこう作り込んだ絵でこういきなり見せてきたりすると、まあ、そういうアンバランスさっていうのもあるしあとこの3人の視覚がそのすごくねあのケレン味たっぷりに襲ってくるんだけどそういう見せ方はこのドア玉だけなんですよねでこの3人の人さんたちもですね。 えーとその後はただの、まあ、言っちゃえば陳腐な狂言回しになっていってしまうという、ね、感じになると、まあ、ちょっと正直なんだかなっていうでしかもね、ねこの陳腐さこの3人の資格が要はその狂言回しとしてちょっと陳腐なやり取りをすると説明方な明らかにでその説明方の感じもわざとやってますよっていう見せ方であるんですよあるいはその出だしの鈴木誠潤長演出も、まあ、わざとこのアンバランス感ですよっていう感じなんだけど だかららといいっってて面白くはならないっていう、うんで,まあ、でも最初のところでねそのこういう鈴木清潤調でぶっ飛んだまま全体突っ切ってくれるんだったら結構嬉しいかもぐらいに、まあ、ちょっと期待したんですけどまあそんなこともなくという、えー、ちなみにあの鈴木清潤映画の方が実際もっと全然ぶっ飛んでるっていうね、うん、あ,のあれを超えるのはなかなか難しいっていうぶっ飛び方においてと思ていますちなみにあの鈴木清潤俺ピストルオペラ見た直後に「ピストルオペラ」という映画「あのあ松本人志のコントみたい」って。 思ったんですねこれはあの褒め言葉です、うん、ふざけてんなと思って思い出しますねあのぜひちょっとピストルオペラ、えー、松本ファンの方とかを見ていただいたらいいんじゃないでしょうかで、えー、ともあれですね参議院の資格によるまあ設定説明みたいな場あれが終わってですね、まあ、30日の行っていうね、えー、挑戦が始まるとで、まあ、何がやるかというと、まあ、言うならば野見さんがですねとにかく何か体を張った芸をやるっていうのの基本繰り返しなわけですよ。 まあ、その中でも大きく分けて、まあ、前半と後半があって前半はまあとにかくただひたすら滑るだけ、まあ、滑り芸的な、えー、部分と後半、まあ、仕掛けが大掛かりになって、えー、観客がこうつくとそうすると観客が味方についていくという、まあ、前半後半は大きく分かれたりとかもっと細かく見ていくなら、まあえー、とまずは門番たちがアイデア出しに加わってくる、えー、で娘がだんだん協力的になってくる一応そういう細かい段階とかは生んでるんだけどただとにかく基本はのみさんが何か体を張った。 なんかをやるという、まあ、これの「繰り返しなわけですでこの体を張ったなんちゃら」って、まあ、言ってみれば非常にテレビバラエティー的な出し物ですよね言っちゃえばガンバルマン的な何かですよそれははいでこれはですね今ガンバルマンって言いましたけどそれこそ北野武映画に武史軍団の人たちが出てきて武史軍団的なギャグをやるっていう時に、えーまあ、みんなやってるかはちょっと僕の中で別格なのでちょっと置いといてあそこまでやりきればすげえってことだけど例えば「菊次郎の夏」って 途中、そういうところが出てくるんですよこう、軍団の人たちが出てきて、いかにも軍団の人たちがやりそうなギャグをやると、そういう場面に、えー、通じるような、そこで感じる居心地の悪さと非常に似た何か、はい、要はですね、映画で見てると、テレビで見てると、まあ、おかしいんですよ、それはそういうの、映画で見てるとこ、これ、こう思っちゃうんですよ、ついつい、これ、面白い <laughs> っていう、根本的な疑問が湧いてきちゃうんですよね。 あのー、今回ですね、まあえっと、全部で30個の行、まあ、そ,のその後、まあ、最後手前の4個は飛ばすから、まあ、正味は26個ですよね26個が、まあ、ほぼ全部体を張るっていう方向のギャグなので,でそのずっとそれが繰り返されるじゃないですかこれ見てるうちにね人を笑わすってこういうことかなっていう疑問がどうしても湧いてくるわけですよ要するに何か本人がこう痛いことをするとか体が汚れるようなことをするとか。 それが笑わせるっていうこと少なくともそれだけが人を笑わせるってやり方みたいななんかすごい疑問が湧いてきちゃうしかも体を張るっつってもですねぶっちゃけ電撃ネットワークとかそれこそ映画にもなってますっていうんだったらジャッカスねジャッカスは全然あれは映画として成り立ってるかどうかはアウトだけどでもジャッカスで体を張ってるとかの半分も張ってないでしょ別に。 だから、つまり体を張ること自体で笑わせられてるわけでもないわけですよ。しかも、その体を張るっていう、その、まあ、例えば仕掛けが大掛かりになってたかするけど、その感じが別にさほどエスカレートしていかないっていうか、クライマックスというか30日目に向けて、こう、カーブを描いていかないんですよね。なんか、なんか繰り返しなんですよ、とにかく。だから、例えばですね、例えば、えー、魚卓じゃなくて、えっ、ー、と、人卓要するに、体にこう、墨を塗って、こう、形を取ります。 つってでバーンってやってその型を取ったのを見て、えー、国村淳さん演じる殿様が思わずクスッと笑っちゃうっていうんだけどえそんなにおもろいこれっていう感じがしちゃうんですよね。でしかもこ,うこっちが「こんそんなその面白いかな?」って思ってる段階で劇中の人たちが先に笑われたりするとますますなんかこう冷めるっていうか「えーみたいな感じにこうなってくるあるいは例えばこう並べられたをこうまを、あ、破ってカステイラを若君のもとに届ける。 でこうまあものすごいこう破り入れるのがだんだんこう難しくなってきて「頑張れ飲み」って「飲み飲み」ってなってくところとか、まあ、まずですね「あの襖を破る様がその位置からじゃ若君には見えないんですけど」っていう、まあ、そういうツッコミは置いといてもです、ね、これって笑わせてるんじゃなくて「ほだされてるだけでしょ」っていうさあれだってこんなボロボロになったおっさんが頑張ってるとこ見せられてそれ感動するっていうのはちょっとわかる気もするけど。 笑う<笑>みたいな、うん、感じになってくるんですねで,でその繰り返し繰り返しの「その業」というのがあるんだけどそれだってですね結局門番たちとか娘が考えたものなわけですよ。でそののみさんっていうのはあくまでそれを受動的にこ,うやこなしてるっていう作りでしかないからそののみさんの頑張りっていう頑張るんだけどそのあくまで受動的にもうやらされてんじゃんっていうさっちだから。その… 例えば門番さんとか町人さんとか殿様とかまあ娘さんがその次第にその,のみのねそのえ頑張りっていうのを応援し出すっていうのもなんかそう偽善的な感じがするんですよだってやらせてんのお前らだろみたいな感じがするのねみんなが止めてんのに頑張ってやってるとかじゃないんだからさでしかもですねそこでのみさんの役がですねセリフもほとんどないんですよね、まあ、全くないわけでもないとかまたちょっと半端なんだけどほとんどないため 野見ののさんの,そのさっき言ったドキュメンタリックな素人ならではの味とかスリリングさとか危うさみたいのもあんまり出てないのね本当に画面内のオブジェなんですよ別に収まっちゃってるオブジェがただひたすら言われたことをやってるだけっていう感じになっちゃっててうーんかなとでそういうまあ言っちゃえば同じようなことの繰り返しがもうずっとずそれが非常に上調なテンポで続く俺ねたった103分しかないって気づいて愕然としたんですけどねものすごく長く感じたんですけど。 えー、なんだけどねその繰り返しばっかりで冗長な割にですねこれだけはきちんとしておくべきだろうって説明がなぜかなかったりするんですよ。これどこかっていうと、えー、これまで30日の行っていうのを命じられた他の侍がどうしてたのかっていう部分がことごとく失敗したっていう言い方はしてるんだけどそこがあのどう失敗したかとか別にないわけつまりそれだけだとのみさんがねそのさや侍ことのみさんが頑張っているっていうのが。 これまででにななないい特別な頑張りであるるから応援するわけじゃないのっていう風になる理由がよく分かんなくなっちゃうわけですよつまり特に前半の滑り芸ありますねなんか腹芸をしたりとかね腹に絵描いてこうやってで滑ったで切腹しましょうなんて言うんだけどみんな大体こんなもんじゃねって感じがするわけよだから別にのみさんが特にドジなわけでも特に頑張ってるわけでもなくねって感じがしちゃうわけつまりここは絶対にこれが必要です普通のちゃんとしたた侍だったら 行にトライする前に自害するんだっていうねこの説明が絶対にいるでしょなのに自害せずにトライするとみっともなくてもいいからトライするそれがあればこそさや侍の意地っていうのにも意味が出てくるんでしょう絶対に言いりますよこれこの説明セリフでいいからはいあとえっと厳密にねその時代交渉しなきゃダメっていうタイプのその時代劇でないっていうのも明らかにせよですねえー、まあ仮にも切腹を申しつける っていう、まあ言って、言っちゃえばその封建社会ならではの社会構造っていうのが題材になってるのは明らかなんだからその切腹に対してどうするかっていう話なんだからさその例えばですね尾上さんの娘がその若君ですね殿の息子に若君にやけにカジュアルに接したりですねためごとかで、えー、あるいはその若君の手から血がのところが別に「レ礼者!」っつってすぐなんかなっちゃうとかそういうサスペンス的な盛り上がりとかでは生かされない。 とかですね、とにかくそういうあの緊張感のない描写がですねあのお話の求心力、力説得力を著しくいいいでいる、えー、と思います。切腹がテーマなのにつまりその時代交渉をちゃんとしろとは言わないけど切腹がテーマなんだったらその身分関係という構造だけはきっちり守らないと。 全体が軽くなっちゃいますよっていうことなんですよ、はい、そこだけはおろそかにしちゃいけなかったと思うんですね、はいえー、まあその全体としてのストーリーの推進力は弱いっていのは本当に相変わらずっていうことだと思います基本的に松本さんはそこに興味がない人だからだっていうのが僕はそのシンボル表で、えー、僕のまあ分析というか、えー、だったりするんですけどただ今回はちゃんとストーリーを前に進めていこうちゃんと語ってちゃんと閉じようっていうところにトライしているとは思います、まあ、そここはは確かに効果も持てるるところではあるんであんすけど うん、ただとにかく何でもいいですけどせっかくですね人を笑わせるってどういうことかっていう大きな問いにもつながりうるようなアイデアだったと思うんですよ。えー、途中ちょっとだけそういう考察に入っってていくのかなっていうふうに一瞬期待させるところもあるんですよねつまり前にこの世をやったのに次にこれじゃ弱くなってんじゃんだったら次はこうだろうあこうやって。 こう松本流お笑い論みたいなのがどん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 ディープになっていって最後にこう修練されて「これは見どころあるぞ」と思ったら「頑張るマンか」っていう,うーん感じになっちゃうっていうねそのだから言っちゃえばですねこれどうしてもやっぱり松本さんともあろう人がって言い方になっちゃうんだけど結局のところこれ笑わせてるんじゃなくて「ほだされてるだけでしょ」って笑わせてんじゃなくて「ほだされてるだけだろ」っていうまあ言っちゃえばお笑いとして甘口の着地に。 しかもそれを何か良きことであるかのように描いてしまっているっていうのはやっぱり松本人志さんの作品だと考えるならば考えるなって言われればそれはすみませんって感じだけどやっぱり非常に残念だなそれでいいいんすかっていう感じがやっぱしちゃうんですよで、まあ、さっきから言ってるように野見さんの起用の仕方っていうのも結果僕中途半端になっちゃってると思いますね、えー、と少なくとも劇中の人たちがほだされてしまうほどには効果的に使えてないと思います言っちゃえば ももっっといいじめななきゃかななたのかもしれないひょっとしたら、はいえー、で僕はまあこれは単純に余談ですけどこれ山崎芳生さんだったらどうだったかなとかちょっと想像してみたりとか山崎芳生さんでもこの話いけるなとかね思いながら見たりとかしていましたで、えー、と唯一野見さんの起用納得っていう部分なるほどこれはプロの俳優さんや まあ芸人さんでもいいですし松本さんとかがやるとえあざとくいや,いやらしくなってしまったかな間違いなくなってたろうなっていう部分はまあやっぱりクライマックスで見せるある表情まあ笑顔があってあれは確かにちょっとこう,うん他の人ではちょっと出せないテイストの笑顔だったかもしれないですねそれはまあ確かだと思いますえであとまあその後えまあ意外な展開が来るわけですでこの意外な展開まあね好き嫌いは別にしてあるいはその意外な展開が持つ主張の是非は別にしてですよ、えー 言っちゃえばですね、この映画を見てて初めて予想を超えたことが起こってくれたっていう、<laughs> という意味ではいいいいんです。いいんだけどクライマックスですねそこにですね、その娘が前に言ったセリフを重ねるてるんですけどねことでものすごく説明方なことになっちゃってるんです打足ってこのことですよそこは意味を観客に考えさせようよっていうさ、えー、ことだと思うんですよねあとはうんと賛否が分か、まあ、れる さらに分かれるであろう、まあ、ラスト周辺のある処理があるわけですね、えーまあ、お坊さん劇中で意味ありげに出てくるお坊さんがいてその人がっていうのともう一つお墓の前でっていうね、えー、そういうラスト周辺のあるしゅ展開がありますこれも、えー、好き嫌いとか主張の是非は別にしてなしじゃないと思いますそれぞれは別に、はいえーまあ、その主張の是非に関して言えば例えばねその父から娘への,その父の思いを伝えるっていうんだけどこれって 娘のためっていうよりナルシズムだよね <laughs> とかそういうのありますよただそこは置いておこうあの初めて松本人志さんの長編作で初めてお話をきちんと閉じさせようとしている映画としてそこはチャレンジだと思うしそのチャレンジしてるってだけでも好感ですよそれは、はい、なんですけど例えばその竹原和夫さんっていう、ねそのえっと、方が演じる、まあ、ちょっとあんまりネタバレになるから言えないかあのお坊さんのあれとそのお墓の前でに現れたあれ ってこれね、あるんですけどこれねどどっちかにした方がいいよ、うん、くどい。よ、あのー。く特にその竹原和夫さんのシーンで、えー、読まれるその松本さんが書いたあの文からの,ってあの展開その,その文というかそこで書かれていること自体がそもそも非常に説明的だからさらにその後にっていうのはちょっとくどいしあとそのお墓の下りはさらに何段階か説明的描写が続くんですね。つまり、 この人こう,こうなってますけど本当はこうですからねみたいなあのくどいんですよもっと絞って <laughs>、うん、あのするともっと良くなったもっとその余韻が深いものにあったはずですし、えー、だと思うんですね全体的にですねあのここだけに限らずですけどもう見てる側はとっくに分かりきってることこうなるだろうなとか思ってるようなことを分かりきったことをだらだらと改めて説明しながら同じような繰り返しで進んでいく感じで。 えー、ぶっちゃけ、ですね、えーまあ、その例えばシンボルとかいろいろ言い方しましたけど今回は普通に退屈な映画になっちゃってますよ、これ。はい、で、皆さんご指摘ね、分かりますよ。笑いいのの中にある悲しみみたいなものはこれ、まあ ま、もちろん松本さんお箱、まあ、松本さんでなくてもはっきり言って古典的にあるテイストですよ別にチャップリンとかだって何だってそうなんですからただ、もちろん松本さん特に松本さん最良の作品には確かにそれ濃厚にあるテイストですよね、えー、笑いの中にある悲しみ例えば、ね、トカゲのおっさんとかさ俺トカゲのおっさんあの最初のあれの30分続くやつの最後は爆笑しながらなあなんか涙がっていう、ね、笑いながら同時にっていう確かにあるものですよね。ただ今回のこのこさやさむらに関して言うととちょっと 最初かかからその狙いいいありりきで作りすぎてないかっていうかちょっとそこに向けてますよっていうか強すぎるのかなうんー要はどうです笑いの中の悲しみですよっていうコンセプトだけがこう前に出ちゃってるようなところがやっぱあるんじゃないかなと、えー、思いますその野見さんを起用しましたという既成事実だけでそのコンセプトが立ってるだけですじゃあこのコンセプトを十分に生かせてるかっていうと全然そんなことないと思う。むしろ、えー、と笑いの部分と その泣きであったり感動であったりっていうようなエモーショナルな部分が分離されておいてるだけだから非常にちょっと安易な着地に結果的になっちゃってるんじゃないかなっていうのはやっぱ狙いすぎてるっていう感じなのかなと思うんですね。はい、えー、でですね、まあ、不思議なもので、えー、シンボルね、えー、シネマスターが使った時に思ったのはやっぱ、まあ、大日本人はよ今考えれば結構まだ良かったなみたいなと思えるようにですね僕は、まあ、これどこを評価するかってところによると思いますけど。 僕はこれならまだシンボルの方が志は変える失敗だったかなっていう風に思えてもきちゃうんですけどねいやでもね、まあ、それはちょっと厳しすぎかもしれなくて今回も要はあえていろんなことにトライしてるってのは間違いないと思うんですで結果それが普通にダメってところに落ち着いちゃっただけのことでトライはしてるっていうことはそうですだと思いますし、えー、とやっぱりですね小器用なだけの 小企業でなおかつその映画監督という伯が欲しいだけの芸人監督よりは僕は絶対にもう譲れない好感がやっぱあります、もうトライはしてるわけですから、あとやっぱり広い意味で、これはゲラゲラ笑うじゃなくて要するにあのえファニーっていうだけじゃなくてインターレスティングという意味で広い意味でやっぱ,やっぱ面白いって意味では、ボン百の芸人監督とは全く違う立ち位置だと思います。ただ 今回みたいなことをやにトライするんであればやっぱり先ほど指摘もあったようにですね要はちゃんとした構造のある話をやるんであればやっぱりちょっとここは一回プロの映画の脚本家と組んでみるとかっていうのもそれもまたトライじゃないでしょうかはいえー とはいえ、まあね、もう前回の繰り返しになりますが、まあ次回作があれば、それはもう大きな期待ともに見に行きますしね、えー、という、まあそれを占う意味でもですね、要はもう、あの、松本人志人さんという男のね、その芸人さんのキャリアというのはやっぱこう連続して見守りたいという気持ちにやっぱさせる人たち、人なのは間違いないと思いますから、茶山侍、ね、見るべきか見ないべきかと言ったらそれは見るべきですよ。という意味でもちろんおすすめです。ということです